スタートは神戸市役所前、明石海峡大橋の東、舞子公園前で折り返し、ポートアイランド市民広場をフィニッシュとするコースです。市役所前をスタートしてすぐ北の国際会館前交差点を左折、三宮中央通りを西に向かうと元町です。南京町の南側、栄町通りを通り、JR 神戸駅東側のガードをくぐると北側には港川神社があります。多聞通り、大海通りを西へ、西市民病院前からは長田区役所南側の細田線を通ります。 JR 新長田駅西側のガードをくぐってすぐ西に進むと、左手に鉄人28号モニュメントがそびえます。 JR 神戸線に沿って西に向かい、高取須磨海浜公園駅前を通過して国道2号に入ります。比較的大きなアップダウン天神橋を渡れば、まもなく須磨駅前。10キロを超えて海が見えるとクォーターマラソンのフィニッシュ、須磨浦公園一の谷プラザです。左手に海を見ながら潮風も感じながら走ります。塩屋で一旦海岸線とお別れ、垂水の福田川から南側の海岸通りに入ると大橋が目の前に現れます。垂水港とマリンピア神戸の前を通って再び国道2号に戻ります。そして松林が見えると、まもなく折り返し点の舞子公園前交差点です。折り返し点からはそのまま東に戻っていきます。垂水、塩屋、須磨、そして天神橋を越えると往路とはルートが変わります。須磨海水浴場、須磨海浜水族園を右手に見て直進、高松線に入ります。駒ヶ林、軽茂、三崎公園、ノエビアスタジアム神戸前を通り、和田岬のカーブで北に進みます。中央卸売市場前を過ぎ、七宮神社南交差点を右折してハーバーランドに向かいます。再び国道2号に戻ると、コース最大の難所、浜手バイパスの長い上り坂がランナーを待ち受けています。神戸大橋を渡ってポートアイランドに入ると、港が見えるビューティースポット潮彩公園を通ります。キャンパスエリアを抜けると、さあいよいよフィニッシュ、市民広場です。